どうして急に急にじゃない、もっと前から考えてた。大丈夫。俺はユタか、ユタでいいよ。ずいぶん板についてきたわね。どういう意味ですか。こうあるべきだとか、こうじゃなきゃいけないなんてことはない。俺とのことがそんなに恥ずかしいか。違うよ、でも娘に何て言ったらいいか。それがなんだよ、俺は俺だろ。オスとかメスとか、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニング、そんなレッテル関係ない。人が人間らしくいる場所。イタカはアルドモットに返してくれ。お前に俺のことなんか分かんねえ。分かってたことだけどさ、もともと住む世界が違うのかなって。それが自然よ、自然でいいんだ。人には知恵がある。不可能を可能にすることも、個性の壁を乗り越えることもきっとできる。今だけそれに賭けてみないか。